はいどうも、ホロピーです。今日はイグノーベル賞解説、1992年文学賞ユーリー・ストルチコフについて解説していこうと思います。で、文学賞かよって思いますよね。お前が解説することかいとか思う人もいるかもしれませんけれども、まあ、イグノーベル賞なんでね、全然普通の文学賞の評価ではないわけです。人々を笑わせ、そして考えさせるという趣旨に沿ったものになります。で、ユーリー・ストルチコフ、どんなことをしてイグノーベル賞を受賞したのかっていうと、1981年から1990年に940歩、つまりですね、計算すると3.9日に1歩以上のペースで科学論文を発表したことに対してイグノーベル賞を与えられたということになります。で、私がね、2020年で発表した論文数、3歩ということでね、数十倍のペースで論文を発表したということになります。もう本当にすごいですね。そんなにすごい研究者なら、普通のノーベル賞もらってもいいんじゃないかって思う人もいるかもしれません。ですがですね、これには当然からくりがあるわけです。一人の人間が 3.9 日に1本以上の論文を出せるわけがないんですよね。で、今日はそのからくりについて説明していくんですが、イグノーベル賞、ギフトオーサーに対する皮肉となっています。で、ギフトオーサーって何なんだって思うかもしれません。それもきっと分かるようになると思います。そうすれば、なんでこんなに論文出せたかなっていうのもきっと分かると思うので、ぜひ最後まで見てってください。それでは説明を始めていきましょう。それではユーリー・ストルチコフ、どんなからくりを使って論文を大量生産したのかを見てみましょう。ユーリー・ストルチコフ、ロシアの研究者なんですね。で、専門は結晶学ということになるんですが、どんな学問かっていうと、一言で言うと、分子の写真を撮る人と思ってください。分子がどんな形してるかって目には見えないですけども、この結晶学の X 線っていうね、技術を使うと分子の形を本当に見ることができるということになります。そういう研究をしてたんですね。で、ユーリー・ストルチコフ、すごい偉い人です。偉い先生です。研究所長もやられていました。で、ちょっとさっきちらっと言いましたけども、この結晶学ですね、ポイントはやはり写真を撮るための装置なんです。 X 線解析装置が必須です。で、この X 線解析装置なんですけれども、X 線解析装置、むちゃくちゃ高価な装置になります。100万、200万とかそういうオーダーではなりません。もう数千万とかかかりますし、なんかすごいいいオプションとかつけたらもう億とか多分いっちゃうような、そういうリッチな、非常に高価な装置ということになります。なので、誰もが持っている装置っていうわけではないんですよね。ましてやハイスペックなものなら持っている人は非常に限られてきます。この X 線構造解析装置、国内外で使わせてほしい人がたくさんいるという状況です。で、結晶学をやるならユーリー・ストルチコフの持っている X 線構造解析装置貸してくれという研究者がいっぱいいたわけですね、当時。時代もあって、昔ほど装置があふれた世の中ではなかったですからね、非常に貴重な装置だったので、もうユーリー・ストルチコフの X 線解析装置、もう国内外でもう本当に使いたい人がいっぱい、もう行列を成しているような状態だったんですね。で、そんな中でユーリー・ストルチコフは言うわけです。あ、うちの装置使いたい。あ、どうぞどうぞ、いいですよ、もう自由に使ってください。でもね、その代わりそのデータが論文になったら俺も名前入れてもらっていいかな、みたいなことを言うわけですよね。つまりユーリー・ストルチコフは装置を使わせる代わりに論文の著者に自分の名前を加えることを許容させたんですね。で、その結果、装置貸すだけなんでね、装置貸すだけで自分の著者の論文が勝手に増えていくというシステムができて、大量の論文が精査されたということになります。そしてこれはある種の研究成果の搾取ということができます。ユーリー・ストルチコフ、何もしてないのに研究成果が積み上がっていくということでね、明らかな搾取の構造が出来上がっています。で、その貸してもらう側の研究者がノーと言えたかというと、それは難しいですよね。やはり X 線解析装置貸してほしいので、貸してもらう側の研究者はですね、ユーリー・ストルチコフの名前を著者に加えておけば、それで貸してくれるなら、しょうがないかという気持ちできっと著者に加えていたんだと思われます。で、こんな事情でですね、ユーリー・ストルチコフの著者の論文がもう大量に爆裂に増えていったということになります。で、ここまでの話を聞いて、それってそんな悪いことなの？と思った人もいるかもしれません。
で、ここではですね、まあ、論文の著者とは何かっていうのを一度復習してみようと思います。論文の著者はこの3つの条件全てを満たす必要があります。1つ、研究に実質的な寄与をしていること。例えば研究の計画を練ったり、まあ、研究のアイデアを出したり、そして研究を実際に実験したりっていう研究を進めていく上で、まあ、実質的な寄与が必要だぞということですね。だから装置を貸すだけとかは実質的な寄与ではないわけです。そして2番目、論文の完成に寄与していること。まあこう論文実際にね、文章を書かないといけないですけれども、それの完成に寄与していることが必要です。そして3番目、論文の最終版を承認するということ。まあ要は論文の内容についてちゃんと責任を持てよということですね。で、この3つを全て満たして初めて著者となれるんですね。だから論文の著者っていうのは非常に重たいんです。だからこそ研究の業績として認められるわけなんですね。なので、まあ、装置を貸しただけだとかでですね、積み上がっていい、そんな軽いものではないんですね。まあ、重たいものなんですね、著者っていうのは。なので、さっき紹介したユーリー・ストルチコフの装置貸しただけで、自分の名前を論文の著者に入れてくれっていうのは、まあ、絶対にやってはならないことなんですね。まあ、そういうのをギフトオーサーシップと言います。まあ、オーサーシップ上げてるんですね、著者になっていいよっていうのを、まあ、上げているっていうことになるので、まあ、これは、実は、研究不正のガイドラインでは明確な研究不正となっています。まあ、論文捏造とかそういう改ざんとかと一緒ぐらいに、まあ、やってはいけないことということになっています。まあ、そういったことでね、あのイグノーベル賞、まああいう948本もね論文出した人をあえて表彰することで、まあ、このギフトオーサーシップの問題を、まあ、一度考えてみませんかというような、まあ、皮肉が効いたね内容になっているということでした。はい、というわけでイグノーベル賞の文学賞を解説しました。まあここまで説明してきてもね、これを文学賞で、受賞させるっていうのはなかなかあのブラックジョークが効いてて面白いなと思います。ちょっとでも面白いよと思った方はチャンネル登録と高評価、そしてコメントぜひよろしくお願いします。というわけでモロピーでした。次の動画でもお会いしましょう。バイバイ。